はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化パワーコーでパワーチャレ用の、選手を作っていきたいと思います。ポジションはキャッチャーになります。で、ちょっとこいつはね、千丸のサボり癖なので、まあサボり癖状態によってはちょっともしかしたら消滅するかもしれません。で、デッキの方を見ていきますと、まあ、ミートとね、守備は102を目指しますので、ツノちゃんと、ジャスミン小高ちゃんを入れてます。とあとパワチャレ用なので独身術はるかちゃんで、まあ、打てるようにね、パワーヒット降格、そして金徳はアーチスト、取っていく7位で、キャッチャーなのでさすがにね、球界の頭脳は抑えておきたいということで星空星光くん、あとは強化パワー高なのでちょっとね、経験点重視で、渚ちゃんを入れてますという感じでやっていきます。で、まずはそうだね、コツはでも押さえておこう。小高ちゃんかやろう。いきなり爆弾も抱えやがった。で、タイエースか。さて次をどうするか。渚ちゃんは回復系じゃないからね。ただまあ次通院すると、あ、そうで、ポジションはゴールキーパーできます。ゴールキーパーは技術と精神ですね。で、デッキ的にも技術と精神は稼げるようになっているんですけれども、やっぱりミートとね、守備両方上限突破を目指すと相当技術精神使うんで、まあ、ここはゴールキーパーでやっていきます。お出かけしましょう。通院で直す。一発でなってくれればとりあえず OK で、星空星光くん、まあ、星空星光くんもね、結構イベント経験点は高いと思うんで、で、ここはどうしよう、花かクロスワードか、どっちかだな。クロスワードでいこう。で、これは補殺。よし、技術をゲットと。お、いいねいいね。彼女系のキャラが遅めに来てる。体力を減らしておきましょう。打撃これはまあ、まんべんなくもらえる系だね。で、つもちゃんとはるかちゃんなんですけれども、はるかちゃんをまずは優先的に上げていく。で、つもちゃんはまあ、なるべくね、遅めにっていうのもあれですけども、後の方で彼女にして、まあ、ミートのね、直上げプラス2っていうのをなるべく生かしていきたいと思います。まあ、出現のあれにもよるんだけどね。はるかちゃんがいるので、ここはまあはるかちゃんでいきましょう。まあ、3回だね、やっぱり告白までは。で、民間療法試して体力を回復しつつ選球眼を取りますと。で、つもちゃんがいるね。まあ、つもちゃんにしておきますか。まあ、1回練習しただけだったらね、別に告白乗らないんで。まあ、ずーっと無視しておく理由もないんで、こういう時ははるかちゃんでいきますと。よし、あ、2回で来たか。 OKOKOK、 ではここはお任せください。で、7位の金徳、これは進めていってアーティストをね、狙っていきます。で、コツ、うん、これは抑えたい。パワー飛行格はマジで抑えたい。降格 OK。 お、ミートいいね。これはかなりいいぞ。で、はるかちゃん練習をしておきましょう。評価が高くないと多分思いを受けられないんで、通常イベントがね、ちょっと起こってくれれば嬉しいんですけど。さてさてさて、じゃあここは1回デートしておきますか。ある程度ね、デートも進めていかないと二股なんでね、詰まっちゃうんで。で、星空星光くん、金徳は普通に進めていきます。じゃあミートコツ手に入れたし、あ、これね、これはそう、外角質だかストライク送球、ちょっとどっちか悩んでるんですよね。経験点的には外角質打なんですけれども、やっぱり
キャッチャーということでストライク送球が欲しいは欲しいんですけど、骸骨を確保できないのがきついんですよね。マジでストライク送球重いんで、まあ、せめて3だったらっていうのはあるんですけど、1とかだとね本当に厳しいんで。何も上げてなかったな。まあでも絶好調であればね、結構補正が効くんで、ミートとパワーに。こいつさ本当にスバルどう思ってんだろうな今。前段打たれてんだけど。いやもう本気で来いって言ったからね、スバル。本気で言ったよ。これが俺の本気だ。見たか。つのちゃん、一回練習しておくかどうするか。いや、まだ大丈夫。年明けてくらいの告白がいいんだよね。七重ももう乗ってるし。監督評価はね、ちょっと気にしておかないといけないんで、一回練習しておこう。序盤のうちにね、ある程度形を整えておく。さて、じゃあここは精神やろう。火山員がいたから。お、守備が上がった、いいね。サッカー練習発生しないかなって思ったけど発生しなかった。でここはやる気が下がるけど、ちょっと経験点重視でいきましょう。スケジュールいいね、結構上がったね。さて体力もないんで、じゃあデート押しておきましょう。評価低いな。クリスマスとかもこなしてないからね。クリスマス、お正月をこなせば、まあ、そこでね評価が上がってくんで、うん、やっぱ思い受けらんないわ。業者さんに頼んで手紙、まあ、別に悪くない。なんか練習が微妙。うどくん、ストレッチマンうどなかったか。で2回目はもう勝手に進んでいくんで、悪くない経験点だよ本当に。特にって本当特にって感じだな。もう1回うど来ない。でここは9階の頭脳を取りますので、上体力減るんだよね。ただよし、いいよね、この経験ってマジでいい。100180くらい手に入ってるし。でこれまだバグってるんで下。いやでかい、このバグりもマジででかい。まあスカウト3いるし、全然、まあ3人しかいないからね、タックは来ないんだけど。広角打法を掴んだ。広角打法も全然5でいいからね。でここはアーチストを取りに行きますので、下ハマヒだな。あとはこれも保健室に運んであげましょう。でコツ7位、まあ広角打法はもう5になってるから、まあ一応もう取らない理由はないんで取っておきますが、9回の頭脳キャッチャーコツもね取っとかないといけないんで。よし、パワヒ最低限のものは取ったな。で悩む、超悩む、来ちゃったか、どうしよっかな。いやでもキャッチャーだからね、ストライク送球狙おう。まあ、体力も回復しつつの少しか、まあ経験点は悪くないけどね、経験点は悪くないんだけどね。1か、100いくつだっけ、190とかだったよね。違った、あれか、そうか、千丸か、千丸だから170か。でも170だからね、重いよな、本当に重い。アルカちゃん全然評価上がってないよ。
これたまにね2回発生して2回監督の評価下がるときあるからね、マジなんなのっていう。よし重いで、星空星光くん掴んでおきたい。まずキャッチャーが欲しいんだけど、経験点か。まあ、星空星光くんのねインコースと外角質打がちょっと勝ち合っちゃうっていうのもあるから、代表ホーム刺繍、まあ一応コツだな。インコース、で小高ちゃんここは上にして固め打ちを取りますと。でそろそろちょっと角ちゃんを気にしていきますか。いくつまで上がる。いやなんか1000丸だからいいな。本当はなんか100まで上げて102に一気に持ってきたいんだけどな。星空星光くんインコースは掴んでおきましょう。あタイエースもちょっと忘れないうちに、ホームシスとかもういいわ。でインコースほい、コツをください。まずはよしキャッチャーで、小高ちゃんのねイベントがあるんで、そこでちょっとキャッチャーコツを1掴んでから潰しちゃいますか。まあ、キャッチャー最悪5でもいいんで、まあ、来たら来たで、つのちゃんがいたらつのちゃんが良かったけど、まあ、星光くん練習、阿部ひもね抑えておきたいよね。どう、うん、まあそうだよねアーティスト、まあ、一応ゲットしましたと。スバルの評価を上げる必要はないんで、下でどうしようかな。先にミートが優先かな。100ミート100でコツがあるんで、あるかちゃんと7位。あーつのちゃんちょっと乗せとこう、怖い、ちょっともったいないけど。でこれは素直に聞いてみる。これでキャッチャーで、これでまあ回復しつつ、もう絶対つのちゃん大丈夫でしょう。なのでキャッチャーはもう潰しますと。ほいほいと。でバレ小高ちゃんだったらね、バレ小高ちゃん自体がストライク送球を持ってるんで骸骨を抑えられるんですけど、これ通常の小高ちゃん扱いっていうの、なんていうの分かんないけど、そういう感じなんでストライク送球を持ってないんですよ。そこがちょっとねネックなところではある。まあでもコツは押さえておきましょう。練習でバレンタイン、いやいいね、本当にいいね。星空星光くん、あとは阿部ひか、まあ、監督評価も上げなきゃいけないんで、守備のコツもつかんだ。何なんだ、あぶね。あれそうか、治るんだっけ結局。でここはねどうしようかな、別の練習でちょっとお茶を濁して、なんだよあと逆境なんだよね。まあパワヒもパワヒで5になってもいいんで、いや待てよちょっとつのちゃんがな、まだ告白来てないっていうのがちょっと不安だよな。デート進めておこう。これはで次って回復するんだっけ、合宿があるんで、合宿前いわゆるで、お出かけしてデートして体力回復してくれれば万全な状態で合宿へ臨める。これはね回復したはずなんだよね。オッケー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 、いやいいねいいね。ってかさ、敏捷ポイントこれさ疲れる、疲れるね、まあ、別にいいけどね。あ、渚ちゃんとの約束がここで発生するんだ。これはまあ回復する必要ないんで俺がいる。精神ちょっと待って、本当になんか敏捷なんでこんな余ってんの、
と C くらいにはいけるかな。あと守備か、敏将を裁くという意味でも守備を上げておきますか。一応 B くらいまで。じゃあ監督か、あー角ちゃんちょっと一回やっとこう。特にタックとかがなかったんでね。ゲッ、何も来ない。コツ、コツでしょう。結構技術点をもらえたね。よし、パワーヒモ5。いや経験点的には結構無駄な感じはするんだけど、ただ別に経験点を出すっていうことが目的じゃないんで、今回はしっかりね能力を上げていくと。ちょっと待ってね、別にやらないけど、あーこんだけか、結構軽減できそうだな。パワーにも振っていきましょう。 B までいけるな。ちょっと待って、ね、C で止めとこう。 C で止めておいて、でアーチストを取る。ゲー、本当はなー、ちょっとツモちゃんとかとデートしたかったんだけど、これっちまうど、何にもない。いやちょっと待って、ツモちゃん置いときすぎてんな。そろそろ来てくれないと厳しいぞ。でやっぱり技術すげえ不足するね。こいつがマジで長すぎるんだよイベント数が上。経験点を取りに行きますと。いやさすがに無理だわ。星空星光くんもいい経験点してるんだけどな。どうしよう、はるかちゃんちょっと終わらせちゃうか。じゃあ一気に角ちゃんとデートを消化するために一応成功してくれると嬉しい。失敗した、1だよ。あぶねえあ、そうかそうかそうかいつもパワコのあれを忘れてんな。スカウト3評価 11% で強行するあれでもないしな。ちょっとメンタルしとこう。スカウト3評価、角だー、君の告白はいつ来るんだ。ちょっとこれは予想外、かなり予想外、予想外っていうか予定外か。逆境け、また守備つかんだんだけど、何なのすごくない、大胆だけど。もうミートはねコツいらないしね、あげちゃう。じゃあなんかでもな、取っとくもしかしたらもう1上がるかもしれない。最低でも6月の4週までに告白が来ないと感想ができないんだよね。カナデートなしっていう、それでも想定だから、まあ、ここは1本でも打てれば評価は上がるんで。なんかせっかくのね千丸とかだとね、でしくじるんだよね。渚ちゃんを入れてる段階で甲子園優勝はもうマストなんで、ちょっと大変だよね。あと残ってるイベントって何、もう角ちゃんだけじゃん。で監督評価も完璧なんで大丈夫。今のところであれば井戸端も怖くない。でも出た、これ、これ何、2回発生するの。最高だよ。し、告白ようやく来たよ。俺も好きだったよずっと、5月まで長引いたけど。でこれちょっと、じゃあ告白怖、告白って井戸端怖いね、井戸端が怖い。もうとにかくね経験点軽減する、技術と精神。小筆ノートとかこんなのあったね。長所伸ばしたところでもう上がんないからね。短所にしよう、肩で何にもない。これはデート、
うわ、つのちゃん低い。これは本当にちょっとまずいな。井戸端が起こったらマジでまずい。起こらないことの方が珍しいからね。起こることは想定していかないといけないんで、起こることは想定していかなきゃいけないけど、タックが来てるときはちょっとタックをやっときたいよね。どうしてもタックがないときはデート喧嘩。喧嘩は筋力が下がるのか。うん、スカウトさんもいるしね。やろう。ちょっと待ってね、もう1回デートしとこう。6月は2回デートしたい。あっ、窮地きた。これちょっともう最悪オールデートでもいいかもね。まずは乾燥させる、それが最優先で、まあ、買うか。評価のこともあるからね。またまたノートですか。でここは射的倒せ。ダメか。ちょっとここら辺がな、優勝する。ダメでこれだからね。で守備、守備は別にイベントでどうのこうのっていう話にはもうならないんで、100人まで上げちゃいましょう。でちょっと揃えますか。肩ジャッシーまでいく。で補給も、まあ、C まで持ってきますか。であとちょっと金徳とかね、スト層があるからね、ちょっと厳しいんだよね。であとそう、ここら辺の金徳抑えなきゃいけないから、特に独身術もう全部デートでいいかな。ダブルタック、守備のダブルタックが来ない限りはデートでいい。いい、デートでいい。もうはるかちゃんもねやっとかなきゃいけないんで、あ、そっか、はるかちゃんの練習とタックがあれば重なれば、それはそれでいいかもしんないね。つのちゃんここまでか。ちょっとデートだな。で5回目、これはね結構上がるんで、13とか上がるんだったかな、お守り持ってれば。まあ二股するんだったらもうお守りないと無理だからね。で挑発1か。でもちろんサクッといって、でちょっと挑発はもう骸骨関係がないんで先に抑えて、独身術も抑えておこう。いやでも千丸の分だけまだマシなのか。これを考えるとよし行きましょう。そういえば騎馬のイベントが全く起きなかったね。騎馬が来たらアンダー製造機狙おうかなと思ってたんですけれども、ちょっと来なかった。だとそもそものサッカー練習で金徳が全然取れないね。多分ね、そのパワコを始まって強化がね、今週こいつ多分5人目くらいなんですよ。5人目くらいなんだけど、いまだに1回も金徳来てないからね。それ考えると相当確率低いよね。それから今回基礎骨がね割と来たから、それはそれですごいんだけど、しかもミートと守備っていう。甲子園優勝はちょっと最悪やりたいよね、せっかくの千丸なんで。だから本当はね、ジャスミン小高ちゃんを借りるんじゃなくて、ちょっと何もっけ、つのちゃんまだだ。借りるんじゃなくて自前で用意して、はるかちゃんとかね、なぎさちゃんの強いレベルの高いキャラをお借りした方が経験点的にはいいんですけどね。ジャスミン小高ちゃんがね、どうしてもこれ練習しよう。プラ3になってないんで借りざるを得ないんで。でつのちゃんとはるかちゃんと
渚ちゃんは別にレベル高くないんで、37、35、39だからね、45とかになってるわけじゃないんで、まあ、そこももう一伸び欲しいなっていうところではあるって、牙だからちょっとパワーは B にしておこう。パワー B でいいかな、一旦の目安として。お待たせいたしました。さあ先生の、まあまあまあ、まずは勝つこと。ワンアウトランナー二塁という場面で打った、これは強烈右中間。多分打撃もね、妥協はしてないからね、アーティスト持ちだから。ワンアウトランナー二塁という場面で内野打ちました、痛烈。点は取っていける。カーブリードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている内野、打ちました、痛烈。内野内野キャッチャーだけど、リードで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面で内野、ここまで全打点を叩き出しています。これはいや、ちょっと弾きすぎる。高速スライダー狙っていくか。これはいい当たりだ、いった。まあ、爆速を狙うんだったら高速スライダーの方が狙いやすいかなっていうのはちょっとある。さてこれでいないね。ちょっとはるかちゃんの評価を見たい。はるかちゃんはまあとりあえず乗ったってことは、ちょっとつのちゃん一回通常デートをこなして評価を上げていきましょう。まあ、喫茶店が無難かね。14上がるしね。で下がった分は取り戻せたかな。いえダメだ、練習しよう。これ絶対大丈夫でしょう。で経験点的にはあと掴んでないのはストソーと9回の頭脳、意外に掴んでなかった、しまった。やっぱ技術がねえわ、ほんと技術足んなくなる。ただエピローグがね3人いるからね、そこでももう一伸びできる。で試合経験点ボーナスも2人ついてるから、まだまだね伸びる。まあもちろん試合には勝ち進んでいくという大前提はあるけど、ツーアウト満塁という場面で内野、初球ストライク、アウトロー、直球は外れても独身術が発動してるときは確実にホームランを打っていきたい。満塁ホームラン、点取られて、そう点取られるんだよね。今日2打席連続でホームランを放っている内野、マジで初球空振りから、もう渚ちゃん入れたときにね、試合が弱い高校だとちょっときついんだよね本当に。でさっきホームラン打てなかったのがちょっと痛いな。これは切れるよね、ちょっとだけ早かった。で湯葉はね変化球が中心になってくるんで、ほら7点も取られてんだよ、マジで危ない。むしろよくうち9点取ったよな。俺何点取った？7点か。あ、本当ありがとう。誰か2点取ってくれた人。あー、これね、うまくいけばさよならのコツが取れたんだけど、星空星光くん、ちょっとアベレージヒッター。オッケー。技術が欲しい。欲しいっていうか、技術を使いたくない。まあこれ一応取っとく。さよなら男もな、95使うのか。さっきのイベントでね、スバルの方に一直線しなければ選択肢が出て人気者かさよなら男みたいな感じだったんだけど、うちの危ない、ちょっと今のは当たってたら引っ掛けてたね。誰も塁に出てないとちょっと1点しか入らないから、これは出るでしょ。またスライダーか、スライダーしまった。あれたまにね、なんかアウトになる時あるんだよね、塁に戻り、塁に戻れなくて、え、なんでとか思うけど
パワフルリードで迎える6回です。こっちは7位がいるからね、打ってくれるはず。打った強い当たり。いや7位が絶対打ってくれるかっていうとそうでもないんだけど、ただ安心の7位がいるから。よし、経験点も悪くない。さて一応最後タッグいいね。守備星空星光くん、で問題はこいつら、ここを勝たなければというか、ストスを取っておこう。でさよならも取っておこう。ちょ、金特訓はこれで全部抑えたよね。あと勝ってヒートアップか。ヒートアップってそこまで重くはなかった気がする。窮地がなかったとしてもやっぱスト層が重いよ、マジで重い。パフル先制のチャンスです。シュート特進術、これは見る。この後にちょっとギリギリすぎる。投球これから2球目、これはいい当たりだ。まずはこれで2点か、ツーラン。スバル頑張ってくれ。俺が点を取る、お前は抑えてくれ。出た3点。攻撃に入ります。トップバッターは内野、今日来た、いった、安心して投げてくれ。おい、危ねえとりあえず優勝は果たした。これもね、ちょっとだけ点上がってるからね。よし、ドラフトも1位ですと。で、はるかちゃん、ここはちょっとグラブにして守備職人取りましょう。で、つのちゃんも経験点くれて、上り調子、上り調子っていくつでくれるの？かなりでくれるんだ。で、なぎさちゃん99、ヒートアップ。経験点的にはまあ9000ちょい超え。経験点にこだわったは、まあ、イベントの経験点はね別にこだわったけど、そのコツとかをね5にしてるからね、1000丸で5にするって割とね、なんかその考えると無駄な気はするんだけど、ただ本当に安く取りたいコツを。でヒートアップ1000丸が効いてるからか、まあまあまあだね。で上り調子も楽で、速攻もいける、一発逆転もいけるね。技術だなやっぱり。あとどれだ、流し打ちか、まあまあまあだな。粘り、悪球もせっかくだから取っとくか、めっちゃ安いし。で逆境、こんなもん。まずはでパワチャレ用だから、やっぱ能力はこだわりたいね。てか敏捷なんでこんなんの、敏捷 A にしよう。で補給も上げておいて A にしよう。で肩は A かな。でパワーもじゃあ A にしよっか。でやたらあれが余ってんな、精神が。ちょっと待って、技術か、精神だけっていうのはもう逆境とかないからね。結局余ってしまったのか。ちなみに肩を B にするとどうなる？割と取れるな。足が速いから盗塁取ってもいいか。そうするとちょっと他のやつを見ましょう。内野安打かって言っても右打ちだからな。敏捷さばこうとすると、あ、本塁生還も悪くはない、打開も悪くはない。技術使わないからね、打開。ちょっと打開を取って、チャンスはもう20までになってんのか。満塁男がいける。でヘッスラもいける、一応。よし、こっちの方がいいかな。まあ肩は B あれば、まあそこそこでしょう。というわけで、じゃあちょっとプロフィールの名前で、こいつの名前はミート、守備、
果、102で独身術を持ってますと。これまた他の補給上限アップとか出たら作り直さなきゃいけないからね。で音声はいりませんということで、まあ、SQ と、いう感じの選手ができましたと。まあ、SS まではもうちょいだったかな。だから、まあ、アベレージヒッターが安打製造機取れて、あれちなみにさ、キャッチャーでもローリング打法なんだっけ、なんか司令塔取れなかったっけ、なんかわかんないけどいいや。でもサッカー練習のね、筋トレはほんと来ない。マジで来ない。もう取れたらもうラッキーっていう感じですね。まあ、そんだけで、まあ、やっぱ千丸は結構いいです。結構っていうか、かなりいいですね。で、ミートとね、守備を102まで上げようとすると、どうしても技術精神をね、めっちゃ使うんで、小高ちゃんのね、火力がね、若干気になる。イベント長い割には、イベント経験っていっぱいもらえるわけじゃないんで、まあ、若干気になるところではあるんですけれども、まあ、他のキャラでもね、今後、守備上限アップというキャラは出てくるんで、まあ、そしたらまた作り直しかっていうのはありますけれども、まあ、とりあえず今回はこれで、完成ということになります。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。